次女役の、立花遥さんです。おはようございます。立花さんは、この映画をどのような映画だと思いますか？この映画で伝えたいことが2つあって、1つは家族や友達なのが、いてくれることは当たり前じゃないということですね。伝えたいと思っても、もう手遅れかもしれないので気持ちを伝えておこうと思いました。あともう1つや、もう1つは死んだ人は周りで見回ってくれているんだろうと思いました。以上です。今死んだ人はね、見守ってくれているんだろうというふうにおっしゃったんですけど、はるかさんは、生まれたこの方、なんか近しい人が亡くなられたりした経験はありますか？あります。2つあって、1つはおじいちゃんが亡くなりました。でも、その病室でまだギリギリ生きている時にチアを踊ったら、ちょっと元気を出してくれたので嬉しく思いました。あともう1つは、私のクラスの友達のお母さんが、撮影する年の前の年にもう亡くなってしまってたので、お母さんがいることはとても幸せだなと思いました。はるかさんは、映画の中で、渚でね、ランドセルを背負って、死者の役を演じてるわけですけど、はるかさんはね、目の力がある女優さんに僕はこれからなっていくんじゃないかと思うんですけど、あの時はどういうふうに思いながら海を見てたんですか？もし死んでいたらもうその時に、この映画ではもう家族っていうかお母さんとかお父さんも亡くなってたので、もうなんかお母さんも亡くなってるけど、なんかその生きてる人に対してなんか伝えられるわけじゃないけど、まあなんか伝えられる、周りで見守ってあげて、まあこれから2人で生きていく様子をなんかもっと大事にしてほしい、大事にしてることを伝えたいなと思いました。立花さんの中には、亡くなったおじいちゃんとかはどういうふうに存在してるんですか？まあ近い人っていうか、結構関わりがある人が亡くなったので、まあ悲しいけど、なんか見守ってくれて、やっぱりこの映画を見てそうだけど、周りで見守ってくれているような気がして、まあちょっと安心まではいかないけど、安心できそうな気分になります。この映画は政治者と死者とこう円環的にこうつながっているような構成で映画を作ったんですけれど、私も、妹と父を数年間の間に亡くしまして、まあ、その緑の中で、まあ、そのこの映画を作っていくわけですけど、まあ、自分の中にいる死者というのをですね、と出会うことで、またその勇気をもらってですね、少しこう元気になっていくんじゃないかというような形で作った映画なんですけど、この映画でですね、その死者と生者と出会うわけですけど、そういったその出会うということについては、はるかさんはどういうふうに思われますか？その死者はもしかしたらその生きてる子たちが見えるかもしれないけど、生きてる子たちは本当は死者が見えないわけだから、まあなんかちょっと不安、生活の中で不安になるかもしれないけど、見守ってくれているおかげでなんかできたりするのかなっていうのもありそうな感じします。はるかさんは、次女役で、ね、亡くなった女の子の役なんですけど、その長女と三女がね、会いに来るわけですね。でその2人はロープでつながれてるんですけど、あのロープは、はるかさんの目にはどういうふうに映っていますか？あのロープは2人の絆っていうか、今まで私たちがつなぎで亡くなってから、まあなんかつながれてきた2人の気持ちっていうか、絆っていうか、その心が通じ合ってるみたいな感じだと思います。生きている姉妹と亡くなっている次女と、その数日間を一緒に過ごすわけですけど、どんな気持ちを
気持ちで演じましたか？やっぱりなんかその本当は家族だったから、その家族の絆を忘れないでなんか生きていくっていうか、その忘れない、その今まで亡くなる前全員で生きてた時に、なんかその出来事とかを大事にして生きていくっていうか、そのなんか家族の絆とかを忘れずに生きていった方がいいのかな。はるかさんの家族はどんな家族ですか？そしてはるかさんは家族に対してどのような思いを抱いていますか？私たちの家族は、まあ、時には喧嘩があったりするけど、まあ、とても優しい感じで、なんかみんなつながれてるんだみたいな、気持ちが通じ合ってるみたいな感じが します。で、まあとても優しくて、まあ気持ちが通じ合いやすい家族なのかなとは思います。はるかさんは、家族の一員として、どのようなその務めというか、どんな一員でありたいと思って生活していますか？大事に、まあ大事にしてほしいっていうのもあるけれど、今まで通りなんか、いっぱい嬉しいこととかを作って、なんか3人共に生きていくっていうか、その共にまあ生きてきたらなと思います。はるかちゃんにとって家族とは何ですか？家族、毎日じゃなくてか、だいたいいつも一緒にいるメンバーっていうか、その気持ちが通じ合いやすかったり、まあ、その家族とのなんていうかな、まあ、気持ちが通じ合いやすいメンバーだったり、よくいるメンバーだから、すごい関わりのあるメンバーだと思います。はるかさんはこれから女優としてどのような役を演じて、またどんな女優さんになっていきたいと思いますか？毎年行っているサマーキャンプでも感じたんですけど、まあ、いろいろな国の子がいるんで、まあ、国とか関係なく、そのどんどん日本のいいところを伝えて、世界と深い関わり合えたらなと思います。何か質問がもしありましたら、はるかさんに質問をしていただければと思います。はるかさんはもしあったらね、今回のこの映画をね、体験してみて、初めての映画だと思いますけど、はるかさんにとって映画はどんな体験でしたか？結構大変な部分もあって、例えば死者なので、昼間に砂浜を裸足で歩いて火傷して大変だったりとか、あとはちょっと死者でその生きてる子たちとの動作を一緒にするっていうか、その一緒にジャムを食べる部分とかをやるときに、なんか綺麗にやらなきゃいけなかったので、それを意識するのがちょっと大変でした。はるかさんは、これからね、こういった映画にね、また出て、ね、行く機会があると思うんですけど、一番好きな映画はどんな映画が今好きなんですか？やっぱりこの映画みたいに、なんか誰かが死んでも、その生きてる子たちが真剣に生きていく様子を描いた映画みたいな。この映画をはるかさんはどのような方に見ていただきたいと思いますか？震災、3月11日の震災を味わっていない方に特に見てほしいです。はるかさんが今回のこの役を演じてみて、もっとこうすればよかったなとか、なんかそんなことを思うことはありますか？全力を出し切った。いや、泣くときとかに、なんか前来た人に言われたんですけど、ペコちゃんみたいになってたから、ペコちゃんみたいになんか、ペコちゃんなってたんで、なんかもうちょっと目を開けたまま泣いたりした方が良かったなと思います。っていうか、お客さんに伝わりやすい表現をした方が良かったなと思いました。二人の姉妹はどうでしたか？はるかさんから見て。
まあ、一生懸命頑張ってる様子が私的には伝わったと思うのでいいと思いました。改めてこの映画にね、どういう方にどのようにしてこの映画を見てほしいですか？まあ、やっぱり震災をのことをあんまり味わっていない方にもっと詳しく知って、なんかあんまりできることはないけど、そういうふうになんかボランティアに参加したりそういうことをしてほしいです。この映画は生者と死者と円環的にこうつながっている世界を描いているんですけど、いろいろなことをこう考えることがありまして、死者というのはですね、生者は悲しみに暮れるわけですけど、生者もですね一足先にあの世界に行って、その生者のことを見守っているのではないかと、愛を持って見守っているのではないかというような思いもまた砂浜でロケをした時に思いました。波打ち際というのは生の世界と死の世界がつながっている場所であると思うんですけど、そういう砂場でね1週間ロケをしたわけですけど、またその改めて、その演技を終わってみて今どんなことを思っていますか？それを最後に。この映画にも出てきたのに、やっぱり、演技が終わって、やっぱり友達とかがいるのは当たり前じゃないし、当たり前じゃないし、家族がいることも当たり前じゃないだと当たり前じゃないって思うので、やっぱりこのまま幸せに生きていけたら嬉しいけど、どうせ人は亡くなってしまうから、まあ、先のことも考えて生活しなければならないと思いました。はるかさん今何歳ですか？11歳です。11歳で、15歳、3年後、4年後、どんな女優さんになっていたいですか？さっきも言った通り、国の良さ以外でも人の良さとかもどんどん伝えて、あんまり燃え事っていうか、なんていうか、喧嘩じゃないけど、なんか、その関わりをもっと深くして、なんか仲良くなってほしいと思います。また、立花はるかさんのことを、また皆さん方、見守っていただければと思います。本日はどうもありがとうございました。